いやー、ついに来ました。2019-20シーズンインです。12月15日です。15日、今年は雪が降るの遅い遅いので、まだ湯沢の辺は全然オープンしてないっていうか、ちょっと一部しか滑れないので、ただに丸山に来ました。初です。初でこんなコースか全然知らない。でも一応 YouTube とかで予習してきたので予習すらしてない。なんかここだけね、雪が80センチぐらい、いいね、上から下まで滑れるという。まあ楽しんでいきましょう。風はないけどね、はい。森田くん復活でーす。2本ほど滑ってもう立てなく、ほぼ立てなくなっている。ほぼ立てなかったね。生まれたての鹿のようなブルブルな、日本でリタイアになっている早く生まれましたけど、というわけであと1時間ぐらいか。でもそうだね、1時間半か、うん、足が慣れるぐらいそうだね、せっかく慣らしてきたわけですよ。ありがとうございます。